はい、どうも、昆虫マニアのユッキーです。今回は、こちらダイソーの、ハエ取り、コバエキャッチ、コバエ取れちゃうシリーズ、がですね、まあ、3つあるんですけど、はい。これを、もうセッティング完了したんですよ。うん、ね。コバエが取れちゃう。全部100円、100円、100円なんですけど、うん。まあ、カブトムシとクワガタ飼ってますからね。まあ少なくとも2匹ぐらいはいると思います。何回か見ました。うん。あ、コバエ。だから2、3匹多分いると思うんですね。なんでいるのかっていうのは、ちょっと僕もあの謎なんですけど、あのね、アマゾンでね、確か購入したね、三谷の、なんかコバエが、いわゆるコバエシート的なやつですよ。あの、透明な。あれがですね、完全に効いてない。もう、普通にその、コバエさん、いわゆる新聞紙とか、まあ、なんかし、挟めるじゃないですか。昆虫のケージの中に。挟めるじゃん。あれで、その、三谷の透明な、ね、細かい穴が開いてるやつがあるんですけど、それ使ったらですね、普通にそれをパカッと開けたら、普通にコバエが、発生していたんで、中にいたんですよ。コバエが。で、俺基本的に、全部、マット、昆虫マットとか、冷凍庫で24時間放、やってから、使うタイプなんで、100% いわゆる、その中に元々入ってましたってことはほぼないと思うんですよ。うん。それがね、何回か2回ぐらいあってね、これ小映えしちゃったらマジ、はぁって感じ。本当に、マジ見たに、お前さ、ダイソーのさ、ね、コバエのシートみたいなのあるじゃん。あれ以下だぞ。はっきり言って。マジで、クソだと思いましたね。あとで、アマゾンであるよ。一つ星にしとこう。うん。一つ星にしとこう。ということで、今から、今日から開始ということで、現在が7月の、8日です。7月の8日ですので、8月の8日まで放置して、さてどれが取れるでしょうかということです。うん、で、結構ね、よくできてるんですよ。こちら。この真ん中にある、白いのがこれ、粘着テープ。で、下にある、のがですね、なんか吸引剤っていう、まあ、いわゆるジェル状の、液体がこの中に入ってるんですけど。で、こっちは、そのまま、ただの、さっき、ここに入ってるゲル状のやつを、粉に入れただけ、っていうやつ。で、こちらが、まあ、某、ね、有名な、ね、アースだかなんだか忘れたけど、ね、のやつの、まあ、モロパクリ。この中にゼリーの、粉砕したゼリーが入ってます。うん、ということです。で、めんつゆトラップというのがあります。めんつゆトラップ僕はですね、一回もかかったことないんですよ。一匹も。うん。そもそも、まあ、コバエっていうのはやっぱどうしても入ってきたりするもんで、だと思うんですが、3年間ぐらいね、使っててもね、一匹も取れない。うん。だから、あれはおそらく、そうだな、地域とかにもよるんではないかと。まあ、当然個体差があると。うん。症状バエとか、ハエにも種類いっぱいありますから、コバエって言っても。日本に何十種類とかいますからね。だからおそらくその特定の一種類にしか効かないではないか
思ってます。まあ、思ってますっていうか、事実聞いてないから100%、3年間ね、メンツートラップ使ってて、一匹も取れてないんで、もう 100% ですね、これは。うん、100% です。うん。100%、効果ないです。うん、少なくとも。東京都の足立区のアパートでは、効果は一切ありません。ということで、そう。もう一つあったな。こちら。ダイソーの、新商品ですね。今年からの出たやつ。コバエキャッチみたいなやつ。これ。これは3個入ってて、カブトムシ用品のところにこれを置いてあって、で、これももう、一週間ぐらい前から使ってるんですけど、これが3つ、ついてて、で、まあ100円なんですけど、まあ今のところ全く取れてない、ですね。まあここは黄色い部分がこの粘着のテープの、やつなんですけど、まあ全く取れてない。あ、これも同時に実験しましょう。ということで、1ヶ月後、また会いましょう。はい、ということで、1ヶ月経ちました。その最中に、購入した、こちら。これも、100円ショップで、購入したんですけれども。あとこの、これもダイソーですね。こっちは多分ダイソーじゃなかったかもしれないです。こっちは3つついてて100円だったんですけどね。じゃあ、とりあえず、成果をね、見てみましょう。まずはこちら。パカ。あ、結構いるね。ちょっとわかりにくいと思うんですけど。まあ、4匹。うん。取れてます。うん。4匹です。1ヶ月で4匹です。で、じゃあこちら。で。0匹です。はい。こちら0匹。40。で、こちら。一番でかいやつ。取らしてよ。カット。あ、取れた。はい。ご覧の通り。1、2、3。うん。3。で、なんかここら辺に1匹死んでますね。ここに1匹死んでんで、こっちも全部で4匹。うん。4匹です。これは0。100。0は0です。で、こちら。あ、開いた。0です。で、この3つ。
の、この、やつは、こっちには0。こっちにも、0。もう一つが、ここに、1匹。1匹、こっちにもう1匹。2匹です。ということで、結論。これはクソ。これと、これだから、これとこれがもう0ですからね。これとこれ0です。皆さん。これとこれ0です。買う価値ないです。買わないでください。で、最もいいのが、こちらとこちら。4匹。どっちも4匹と。で、こっちの緑色の方は、これフックでかけれるようになってて、フック型になってて、なってるんで、まあ、割かし、表面積も広いんで、まあ、どうなんだろうね。まあでもこっちも、しっかり4匹取れてるんで。ただ、これは、ここにくっついてるので考えると3匹なんですけど、ここになぜかここに死んでるんですよ、1匹。謎の死因が。死因不明です。で、時点でこちら。これ3個ついてて、100円なんですけど、こっちは2匹と。2匹。ということで、ダイソーは、こっちとこっちを、ね、おすすめします。それではご視聴ありがとうございました。